原宿いつからですか？そこです、その話は待ってた、待ってた、ね、いやもう原宿の話いつ聞くかそう前置きめっちゃ長かったから、前置きめっちゃ長かったね。こっから本題ですよ。なんで俺が原宿に来たかっていうところから、ね、まあいろいろね、そう俺がほらロックンロールいろんなものにハマったんだけど、やっぱね当時はね、映画を見たり雑誌を見たりとかしないと分かんなかったわけですよ、こういうね、当時すごい本が出たわけですよ。ルータス・ホットドッグ、はい、フィフティーズ大特集、82年です。これのね、これ82年なんですか？82年ですよ。もうフィフティーズとは、フィフティーズスタイルを俺この通りに、もうこれを教科書にして、学校の教科書なんかもう一切見ないで、大人のパーティーは退屈だけど僕らのパーティーはスタッフィングで頭クラクラ、やばい、最高じゃないですか。このライフスタイルをね、このライフスタイルを真似しようということで、この彼女とデートをするわけですよ、フィフティーズデート、これをやりたい、これをやろうぜ、もう彼女とこのフィフティーズのフィフティーズデートをしたい、もうこれにハマって、まあほらフィフティーズのさ、まあ映画、まあグローイングアップか、そういうものを見たりとかしてるから、もうどんどんフィフティーズに俺がハマってる頃だから、アメリカングラフィティとかね、そういう、まあ、グリースとかいろんな映画を見てる頃にこんなのにハマってまして、ね、まあ、とにかくね、来ちゃおうと、40年、そうです、40年前にこれね、なんでかってとこに乗ってですよ、クリームソーダのこの、社長のね、部屋、いやーめっちゃかっこいいよ、やばいでしょ、うん、やばいよ、素晴らしい、こんな部屋に住んでる社長って一体どんな人間なんだろう、マイルームですか、これは、そう、お店じゃなくて、でもこんな部屋に住みてえなと思っちゃった俺がいたり、で真似しよう、でこのブラックキャットっていう人たちに会いに行きたいなと思って、バスケでことだけ、そう、田舎じゃ会えないから、よしじゃあ原宿に行こう、はい、原宿に行くしかねえと思ってね、まあその頃稼いだ、バイトして稼いだ金を握りしめて原宿に行って、それでクリームソーダ行くわけですよ、はい、そしてね原宿中のお店を回るわけですよ、そこに俺の世界があったっていうかね、あそうそう、そしてあとこのね、ローラーボーンっていうのね、当時ね、ほら原宿には、ホコテンで、ホコテンローラがワンサがいて、もうローラー族、ローラー族、おローラー族、はい、こういう、すごいこれ貴重な、こんな状態ですよ、毎週日曜日こんな状態です、すごい、佐藤さん戻ってた？俺はね、この時いないよ、田舎から出てきて見てるだけだから、すごいかっこいい、これを見て、でもまあこの、これをここにいましたよ、このここのどこかにいた、このどこかにいた、この歩道橋の辺りにいた、歩道橋の上のどっかにいるすごいですね、歩道橋の毎週日曜日お祭り、どれだけの人がいたの、歩行者天国、これにね、ドンハマりしてね、ああ俺の居場所はここにあるんじゃねえかな、あ俺原宿っていう街がね、もうね、ドーンと来てね、それ以来40年、もう原宿が特別な街としてね、もうずっとあるんでね、ここは本当に特別な街、もう原宿がロックンロールの街っていうのはもうここで出来上がってるから、だから俺は原宿にこだわってるから、原宿にしかもう俺には意味がない、だからずっと原宿にいる、俺はだから原宿ジャックなんだよ、なるほどね、そうそう、でその時もう志したの、まあ俺はなんかその時はまあ漠然としてるけど、原宿っていうものにものすごいなんか集中、大好きになって執着するようになったとか、原宿っていう街に、それでもちろんほらあれですよ、クールスのシャウトチョッパーとかね、そのクールスさんのねやってるお店とかも行くわけですよ、で村山さんがいる、本物がいる、でドキドキしながら外でパーレを磨いたわけですよ、村さんがうわ村さんが本物がいるってことをドッキンドッキンドッキン、あのクールスのポスターのあの人がここにいるだってね、ドッキンドッキンしながらこれじゃあって言って返事してくれたドキドキで、やっぱシゲマップって店長で、まあ、店にいたんだけど、その人はね気さくで話したから、村さんと喋れない、村さんと喋りたいけど喋れねえよなみたいな、いやもう秀光さんも来なかったんで、もうとにかく喋れないですよ、だからね当時まあクソガキですから、そんな、はい、16のクソガキがプシュッ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 喋ってもらえたみたいな、もう話しかけてくれ、まあ嬉しいですよね、へえ、16歳ってことは高1でしょ、
高2ぐらいだよね。高2か、うん、まあクソガキですよね、ほんとね。まあその頃はもうでも、ね、もういろんなものをほら俺九州生活だからヘビーメタルもやってるし、うん、清志郎にもハマった変なとこもしてるし、うん、全部にハマってる子だけど、でフィフティーズに目覚めて、フィフティーズやっぱり俺はフィフティーズだっていうんで、うん、要するにじゃあ俺はフィフティーズを目指してじゃあどうしよう、うんうん、っていうのがあったわけ、うんうんうん、でも一回原宿から離れるんだけどちょっとまあ、あの仕事それから就職をしてね、うん、その頃俺はさまだ高校卒業してここ出てきたわけだから、うん、それで、まあ、学校まあ大学行ったんだけどその大学行ってる間はまあ原宿ちょっとそんな近くはなくなるんだけど、うん、でまあ週末になるとやっぱり同じように来て、うん、でいや18か、うん、それで椿ハウスってものがね、うん、ロカビリだったってものが始まったんだよ、うん、椿ハウスってのがあってね、うん、はあ、そうそうそう行った行った。だから俺もうオープンすぐ行ってるよね。84年から始まったのかな。でロンドンナイトその後に行くんだけど、うん、ロカビーナイトとりあえず84年から始まったんだけど、うん、ロカビーナイトっていうのが始まるよっていうのをハイヒート兄ちゃんから叩きもらって、うん、それで行ったんだよね、うん、もう最初の頃だったと思うんですよ、うん、本当に毎週の木曜日、毎週の木曜日だったから、そんで、なんだろう食べ放題だったんだよね、うん、だから飯食いに行こう、うん、当時みんなそうですよね。なんかディスコとか、そう、だから18ぐらいの時ってさもうディスコしかないからさ、うん、東海館とか行ってさ、ニューヨークニューヨークとかさ、GB ラビットとかさ、うん、なんかグリースとかさ、うん、そういうディスコに普通に行ってたんだよ、うん、あの頃俺もだ食べにそれで椿ハウスってところでロカビリーディスコってなったのがね、うん、ディスコでロカビリーがあってすげえなと思って興奮しちゃった。大興奮だよね、うん、でロカビリーしかかからないディスコなんてありえないよね、うん、それでそこにドンハマりして、それまあそういう東和会館のディスコが行かなくなって椿ハウスとかに行くようになって、今度はだからそのバンドとかのライブとかライブハウスとかに行くようになって、もうそれからですよね。ちなみにその椿ハウス初体験はどんな感じでした？そのロカビリでディスコだって言って本当にロカビリばっかりかかって、ロカビリばっかかってる、あのねお客さんがロカビリしかいないって言うんでもうドキドキでしたよ。うすげえすげえって文化服装の子たちが結構いっぱいいて、うんうんうん、もう文化服装の子ナンパしちゃうかわいいからって、そんな感じでもみんなロカビリしてるから、うん、楽しかったな。夢のような世界だったね。こんな世界があるんだ。やっぱその椿ハウスっていうのはちょっとこうとんがった系のあのディスコだったのかなっていう、うん、私の的なイメージはあるんですけど、とんがりおしゃれキッズじゃん。そうそうそうその中でも、まあちょっとね、健翔さんのライトですよね。そうで大根健翔さんはロンドンナイトもだから俺も行ったんだけど、うんうん、だからパンクも好きだしだからロンドンナイトも行くし、うん、だけどね、なんていうかね、ローラーとはまた違うじゃない、うん、だからロカビーディスコのロカビーナイトの方は、うん、あの俺が今まで見なかった種族がいたってことで、ロカビーの人たちがいたってことでね。だからなんだろう、ロカビーナイトって言ってもさ、だからそれまだローラーの人たちでさ、革ジャンにさなんかリーゼントっていうローラーのイメージとまたロカビーって全然違うものがあって、あロンドンスタイルのおしゃれだから、おしゃれなロカビーがいっぱいいるなっていう感じだったよね。でも実はそのローラー族が流行るちょっともっと前は70年代っていうのは、フィフティー族っていうかね、最初はさ、50年代の古い洋服でさ、その50年代の古い洋服で50年代の音楽で踊るっていうフィフティーズ族がそのおっさんもいっぱいいて、それがこの代々木公園の方に移動して、うん、80年代入ってから革ジャンスタイルの人たちが主流になってきて、だんだんそのフィフティーズ族の人たちが少なくなっていった、時代の流れで。だから70年代 あのローラー族っていうよりはフィフティーズ族って俺は呼んでたんだけど、70年代の人たちはフィフティーズ族。で80年代はどちらかというとローラー族っていう俺のまあそこの70年代と80年代のローラー族の違いです。ああそうなんだ。俺は感じてるんだけど、うん、俺のイメージではね、うん、なんか80年代になると革ジャンチームが多くなってきたなっていう。でだんだんちょっとヤンキー文化もちょっとから80年代さ合わさってるからさ、ちょっとテイスト変わってくるんですよ、うん、あなるほどね。その中でもその椿ハウスって存在をするから、だから俺がちょっとホコ天から離れてきて椿ハウスにハマってきた頃が、そのおしゃれな運動スタイルのロカビーがいっぱいいる、あとパンクがいるのがあって、まあ、そっちの方に流れてるんで、でここから今度はあの椿ハウスが今度ね、進化していくっていうか、ロカビーライトもいろいろね、クラブシーンみたいな感じになるからね、DJ で踊るっていうのがとにかく、あの椿ハウスがそう、ね、ディスコだったからそうなんだけど、それまではライブで踊るっていう感じ、ライブでバンドをやるとみんな踊るって感じなんだけど、だからそれがだんだん逆になってたのね。
DJ が昔はね、音楽は BGM だったから、うん、なんかどちらかっていうとバンドやってる時みんな踊って、うん、で DJ が変わると休んで休憩で喋ってるみたいな感じだったんだけど、うん、その椿ハウスとかやっぱりロカビディスコじゃない、うん、そうするとひたすら DJ と踊る、うん、でバンドが始まると踊らない、見てる、バンドも入ってたの、バンドも入ってたマジで、椿ハウスで最後の方になると、うん、ティアドロップスがね、うん、出てきてね、うん、バンドやってたけど、みんな踊るっていうのをこうやって見てたね、へー、逆転しちゃったんだ、うん、なんかライブは見るもので、 DJ やるとみんな踊るものみたいな、へー、うん、そうだったんだ、なんかだからちょっとスタイル、みんなのね、そういうスタイル変わってたっていうこと、ね、そうね、だって70年代の方々の話聞くと、バンドが入って演奏流れたらそこは踊るものだっていう、そうそういう話だったから、70年代とかはそうですよね、うん、ね、うんうん、バンドが始まればもう一斉に踊るっていう、ね、そう言ってるとか、確かにクラブってやっぱレコードかけて踊るシーンだから、そうだって踊るために行ってるからね、確かになんかバンドが入るってなるとみんなこうやって見てたような気が思い出してきた、そうだから、うん、踊るのは DJ と踊るのが中心で来てる人たちだね、うん、でバンド始まると一生懸命見るんだよね、だから俺もちょっとムッと思ったんだよね、それまではだから、ローラー族ぐらいまではね、あのとにかくダンパだったから、うん、それまではね、ダンスパーティーでダンパ、うんうんうん、なるほど、だから結局バンドと踊るしかないじゃん、 DJ をかけるってなかったから、うん、とにかくダンパだとみんなバンドやる、バンド始まったらみんな踊る、一生懸命踊るっていう、そうそうだったんだよね、70年代そうだったっていう、いや80年代初期もそうだったよ、うん、でもその椿ハウスぐらいからはそうなんだよね、逆転してるね、逆転してるんだ、バンドであんまり踊らなくなってきたかもしれない、それがだんだん今に繋がってくるよね。